エロ漫画を持ってきた。よし入れ。俺の名前は川上優太、どこにでもいる高校2年生だ。して今日のおかずはなんだ。本日のおかずは寝取られ物でございます。なんだと？いかがされましたか？寝取られなど邪道だろう。は？は、はあ、僕の親友であるところの君がまさかまだ脳破壊も済んでいないなんて、少々君のことを過大評価していたかな。何？君ならどんなジャンルであってもそれがエロであれば等しく扱ってくれると、そう僕は思っていたんだがね。何言ってんだお前。ごめん、僕も途中から何を言ってるのかわからなくなってきちゃった。この超絶イケメン野郎の名前は下野譲。俺の親友だ。俺は確かに雑食だし、割とどんなジャンルでもいける口だよ。でもな、寝取られはちょっとな。主人公目線から見るとちょっと胸糞悪さがね。まだまだ青いな君は。寝取られ物にはいろんな楽しみ方があるんだよ。主人公目線で楽しむのもよし、真男の視点で楽しむのもよし、はたまた神視点でワイングラスを片手に楽しむのもよし、上級者の中には寝取られされるヒロイン視点で楽しむ人もいるとか。寝取られっていうのはこんな感じですごく懐が深いジャンルなのさ。めちゃくちゃ早口で語るじゃん。こいつ俺と同い年なのにな。何をどう過ごしたらこいつみたいに脳がぐちゃぐちゃに破壊されてしまうのだろうか。俺はやっぱりイチャラブものしか好かんな。はあ、君にはがっかりだよ。親友の君ならきっと分かってくれると思っていたのに。俺はまだお前みたいな上級者にはなれないわ。いや、なりたくないわ。でも嫌だ嫌だと言っている人の方が素質があるって言うし、食わず嫌いせず一度読んでみてほしいな。めちゃくちゃ俺のことを沼に引きずり込もうとしてるじゃん。おめえはほんとイケメンなのに性癖ひん曲がってるよな。顔は関係ないだろ。まあそうだけど、ゆずるはすこぶるイケメンだ。街を一緒に歩いているとよく逆難される。ゆずるがイケメンでモテモテなくせに下ネタが大好きときた。いわゆる残念イケメンだ。本当に残念だなこいつ。俺とこいつとの付き合いは小学生の頃からだった。俺が河川敷に捨てられていたエロ本を見ていた時。おい、それは僕が先に見つけたんだぞ。ゆずるが現れた。でどっちがエロ本を読むかで喧嘩して。すげえ。そうだね、すごい。気づいたらなんか一緒にエロ本読んでいた。それから仲良くなって河川敷で一緒にエロ本探しをしたり、俺の家で一緒に遊んだりした。そうして仲良くなったのだが、実はこいつの素性を俺はあまり知らない。以前直接本人に聞いたことがあるのだが。通ってる学校？秘密で。と言われた。だからどこの小学校、中学校、高校に通っているのかを俺は知らない。少なくとも俺と同じ小学校と中学校ではなかったから近所には住んでいないのだろう。そして俺はある日気になってこいつのことを調べたことがある。で、分かったのだが、どうやらゆずるは名家の御令嬢らしい。そう、御令嬢、つまり女の子だ。男装しているが、言われてみれば確かに女の子だ。中性的な顔立ちだから分かりにくいけど、今通っている高校も名家のお嬢様たちが通うお嬢様女子校らしい。だから間違いなく女の子なのだが、こいつは自分のことを男だと言っている。ん？何？僕の顔をじっと見て。いや、なんでも。なら俺もゆずるのことを男だと思うことにした。要するに気づかないふりをするのだ。ゆずるの家は名家だし、なんかそういうしきたりとかあるのかもしれない。ゆえに俺に女の子だとバレたら何かしらの不利益があったりする可能性もある。
だから俺は親友のためにも気づかないふりをしてやることにした。他でもない親友のためにも俺は今まで通りこいつと友達として付き合ってやるのだ。なあゆずる、今度また良さそうなのあったら持ってきてくれよ。うん、わかった。今度また良さそうなネトラレ本をメイドさんに買ってもらうね。隠す気あんのかこいつ。僕には好きな人がいる。チラリ。おほう、ふむふむ。ほーん。そう、親友のユータだ。河川敷のエロ本から始まった僕たちの友情も、早いもので小学生だった僕たちは高校生になった。僕の生まれは名家であり、僕はそこで厳しく育てられた。その反動なのか、僕は家の者の目から逃れるためにたびたび男の子の格好をして外へ出ることがあった。そこで出会ったのがユータというわけである。ネトラレも意外と悪くないな。ほらね、だから言ったじゃないか。やはり食わず嫌いは良くないということか。ユータはとにかく趣味が合う。家で厳しくされている反動か、こうやって気兼ねなく下ネタが話せることが嬉しい。何を隠そう、僕は下ネタが大好きなのだ。ユータは僕の格好を見て男の子だと思っているみたいなので、そのまま勘違いしてもらうことにした。もしも僕が女の子だと知られたら、気兼ねなく下ネタを話せなくなってしまうかもしれないしね。そんな感じで彼と一緒に過ごすうちに、僕は彼に恋愛感情を抱いてしまった。ね、どうかしたか。え、あ、いや、なんでもない。どうしよう、僕が女の子だって正直に話した方がいいのかな。いや、そもそも僕が女の子だって気づいてないのかな。そりゃ今男装しているとはいえ、何年も一緒にいてそんなに気づかないものなのかな。なんか女としての魅力がないと言われてるみたいで悔しいな。え、何？よし、こうなったら意地でもユータに気づいてもらうぞ。そしてゆくゆくは恋人に。うむ、こういう展開もいいよな。わかる。うむふむ、また新しい扉を開いてしまったな。なんというか、ゆずるといるとどんどんアブノーマルなことばかり覚えてくな。まあいいけど。あのさ、こういうの自分でもしてみたいと思う？あ、まあどちらかといえばしたいかもな。そうなんだ。でも今まで彼女なんてできたことないし、こういうことできるのも当分先なんだろうな。じゃあ私とする？え、どういうことだ。え、今のはそのままの意味で解釈するならそういうことになるよな。あ、肩が見えてる。こう見るとどこからどう見ても女の子にしか見えな。いやよく考えろ。俺がゆずるのことを女の子だと知っていることをゆずるは知らないはず。つまりこの誘いは友達同士の冗談である可能性が高い。ならばここで俺が取るべき選択肢は。何言ってんだよ、俺は男同士でこんなことする趣味はないぞ。決まった。カッチン。あるい。バカな、なぜ怒っている。選択肢をミスったのか。どうしてなの。僕、私ちょっと勇気を出して肌を見せてあげて、これ以上ないってくらい女の子っぽく振る舞ったのに。胸か。胸でも見せてやらないと女の子だと認識してもらえないんか。私それはさすがに。こうなったらもう少しだけ肌面積を増やすか。普段もっと恥ずかしい言葉ばっかり口にしているのに、いざとなるとめちゃくちゃ恥ずかしい。だけどこのまま女の子と気づいてもらえないのは恥。ここは文字通り一肌脱ぐのよ私。なんだか熱くなってきちゃったな。これでどう？さすがに私が女の子だって気づいたでしょ？
この親友は隠す気があるのだろうか。いくら俺の前だからって油断しすぎである。まったく、俺でなければ今頃女バレして押し倒されているに違いない。俺が相手でよかったな。プッチン。あら、ゆずるさん、どうかしたんですか？そんなに落ち込んで。あ、うん、ちょっとね、女としての自信を失ったというかね。結局あの後、エロ同人みたいな展開に持って行っても全く気づいてもらえなかった。足までさらけ出したというのに、なんというか、ショックだ。うん、よくわかりませんが、元気を出してくださいな。女としての自信ということは、殿方と何かあったんですか？うん、まあ。ならば、私、ちょっと力になれるかもしれませんわ。私、こう見えても、殿方との経験が豊富なのです。そうなの？ええ、ですから、話してみてくださいな。じゃあ。なるほど、男性のふりをして。どうすれば女の子だって気づいてもらえるかな。普通にご自分の口から明かした方がいいのでは。そうかな。そうですよ、お相手は男性だと思い込んでるんですから。でも私そんなに男の子っぽいかな。ゆずるさんは立派なレディーですよ。でしょ。とはいえ、その殿方の前では男性として何年も振る舞っているのですよね。であれば、その殿方も実は女性だと気づいていても、ゆずるさんに合わせて男性として扱っているということもあると思いますよ。私に合わせて？聞けば大変仲がいいのですよね。なら、仲のいいお友達が男性として振る舞っているなら、男性として扱おうと思うのが人情なのでは？そういうものなのかな。少なくても私だったらそうしますね。じゃあ、その私のことちゃんと女の子だって気づいてくれてるかな。それはわかりませんけど。でも言われてみれば確かに、私が男として振る舞っていたら、ユータなら男として扱うと思う。そういう男だ。ありがとう。私、ちゃんと話してみるよ。ええ、そうしてください。なんなら、うちの制服のままお会いしたらいいのでは？この格好でってこと？はい。どうかしまして？いつもズボンだから、スカート履いてるとこ見られるの。恥ずかしい。だって生足だよ、恥ずかしくない？呆れられてしまった。下ネタで話すのは平気なのに、なんでこんなに恥ずかしいんだろう。でも頑張らなきゃだよね。よし。そんなこんなで放課後、私は制服のままユータの家に行くことに。緊張するな。ユータ、この格好を見て、なんて言うんだろう。なんで女装してるんだ？新しい趣味か？とか言われたら、私は立ち直れないかもしれない。あ、ちょっと君。君かわいいね。その制服、この有名な女子校のやつでしょ？ねえ、よかったら、これから俺とデートしない？おいしい水素水が飲めるお店、知ってるんだよね。あれ、もしかして、これ、ナンパ？あ、初めてされた。普段この格好で出歩かないし、外出るときはいつも男装だから。どうしよう、断らないと。ねえ、どうかな？てか、決まり！行く行く！やめ。おい、何してる？その子、俺の連れなんだけど。あ、そうなんだ。ごめんね、無理やり連れて行こうとしちゃって。ああ、推しの弱そうな相手だから、強引に連れて行くのは良くないでしょ。
いくらこいつがちょろそうだからって。ちょろそう。今度この辺で同じことしてたら警察に通報しますからね。はい。まったく。まあ何はともあれ、ゆずるを助けられてよかった。おい、大丈夫か？えい。プシュ。くさ。何さらしとんじゃ。めちゃくちゃ怒るじゃん。ちょろくないもん。ん？私、別にちょろくないんだから。ああ、うん。怒っているのはそこなのか。というか、こいつ、女子校の制服を着てやがる。やべえ、ナンパされているのを見て、助けなきゃと思ってとっさに出てきたから、気がつかなかった。スカート姿初めて見るけど、似合いすぎだろう。いかいかん、足ばかり見てしまった。どうしよう、気まずい。俺から話題を振るべきか？というか、どうしよう。これじゃあ、ゆずるが女子であることが確定しているようなものじゃないか。これでは、ゆずるが言い逃れできない。そうだ、ここは俺の方から逃げ道を作ってあげなくては。あ、ゆずる、その格好だがな。その、女装似合ってるな。新しい趣味に目覚めたのか？ゆずるがのの字を書き始めてしまった。どれくらい書けるかな。で、どうしたんだゆずる。どうしたもこうしたも、この格好をしても女子だって気づいてもらえない。私の女としての魅力なんてその程度なんだね。女としての魅力？私は女の子なの。今までそれに気づいてほしくていろいろやったのに気づいてもらえなくて。え、気づいてますけど。ああ、私なんて女の魅力のないダメな。ん？今、なんて言った？いや、お前が女の子だってことはとっくの昔に気づいてましたけど。え？というか、それ知られても大丈夫だったのか？俺、てっきりそれは秘密にしなければならないことだと思ってたのに。まさか、あの子の言う通り。あの子？今日、クラスメイトに言われたんだよ。私が男として振る舞っているから、君は私を男として扱っているんじゃないかって。まあ、そうだな。何かの理由でそうしなくちゃいけないんじゃないかと思って。じゃあ、私が女として魅力がないわけじゃない？え、何言ってんだよ。むしろ魅力しかないだろ。めちゃくちゃ美少女じゃん。足、綺麗だし。どこ見てるの？たまま。なんだよ。別に隠してないなら言えよな。余計な気を回して損した。だって、その、私の口から言うのは、なんか悔しかったから。なんだそりゃ。まあ、でもよかったよ。俺がお前の秘密を知っちゃったことで、なんかお前に不利益が出るんじゃないかってずっと心配してたから。ごめん。なんで謝るんだ。君がそんなに気を使ってくれているとは思わなくて。私はただ君と何の気兼ねもなく下ネタで盛り上がれたらなって、そんな軽い気持ちで性別を隠していただけだから。そうなんだ。どんだけ下ネタ言いたいんだよ。家が厳しいからその反動で。まあそういうことなら今まで通り友達でいような。え、何その反応。もしかして俺とはもう友達やめたい？違うよ、私その、君とはもっと特別な関係になりたいっていうか。だから、どうした？好きな
なの。え、だから君のこと好きなんだよ。え、私は君とこれからもずっと一緒にいたい。で、たくさんエロい話がしたいし、実践もしてみたい。すごい動機だな。君はどうなのさ、私とそんなしたくない？そりゃまあしたいといえばしたいが、あ、でもいいのか俺で。お前は名家のお嬢様だけど、俺は普通の。君がいいんだよ。そうか、じゃあよろしく。うん、こちらこそ。こうして俺たちはお付き合いを始めることにした。おまけ、おい見ろよ、あの河川敷でエロ本を探してる小学生がいるぞ。ほんとだ、懐かしいね。私たちもやってたよね。しかし悲しいから、電子化が進んで紙のエロ本を買ってるやつなんて今時珍しい部類だろ。そこは人によると思うけど、確かに最近は河川敷に落ちてるのあんまり見ないかも。はっ、今ここであの少年たちのためにエロ本を落としていったら、彼らは将来すごい人になるんじゃないか。本を道端に置いていくのは良くない。正論パンチされた。あの子たちはあの子たちの力で道を切り開くよ。私たちだってそうだったでしょ。そうだな、俺たちも自分たちの力で新しい性癖の扉を開いたもんな。そうそう、私たちが何かしなくても子供は勝手に成長するんだよ。じゃあ温かい目で見守ってやるか。うん、そうだね。なんか綺麗に終わってるけど、いいのか。はっはっ、今日も水素水がうめえ。